しょうもないことを食べていきます。食べリズム、今日も食べていきましょう。今日のお相手はコンサルタントの岩崎です。自主コンサルタントの横山です。アウディ男、アウディ男、アウディ男です。いやもんです。アウディのね、マークが前におる男ということで、はい、今日もニュースをね、見ていきたいんですが、どうぞ。はい、ドン・キホーテありますね。あの安いドン・キホーテね。ドン・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 キホーテ。はい、どうぞ。ジャンガル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 。鍾乳洞。あ、そうなんて言ってる。何回聞いても、何回聞いても鍾乳洞。いつでもわかる。愉快なジャグルジャングルタイムじゃないですか。そんな言ってる。絶対ジャングルタイムなんて言ってないよ。鍾乳洞、鍾乳洞が鍾乳洞一択。鍾乳洞みたいな店舗は見られたらきちんとしたビルが鍾乳洞じゃないねん、絶対に。じゃあちゃうかも。だからあれなんじゃ、じゃあここに分かる、あの分かる人はここにコメント書いてほしい。コメント、ほんまにコメント書いてほしい。あれ鍾乳洞って言ってる、一番ずっとモヤモヤしてる先から鍾乳洞、あれ何やったっけなみたいな、全然関係ないの。あ、ほんでやろね、関係ない。そのドンキがなんかね、高級店をね、出すと。いつから、いつから、いつからってない。それはまた、もともと、もともと今日高級やね、あの高級感テイストを加えた新型店、プラチナドン・キホーテの1号店を東京と港区に出すらしいよ。うえ、おめでとう。高級感ってどこまで、その真面目な話すると、あれハンバーグが3枚持ってるのか、まあ、ある、あるかもね。リッチやな。ビッグドンキ君、今ここに書いてんのはビッグドンキ君の話。親子バーグディッシュの話。ビッグリドンキ君。外装がまず白と金をベース。ああ、プラチナ。プラチナな感じ。プラチナ。プラチナって白、白、ハッキンですから。ハッキンですからね。白と金。ナイキン。ナイキン。と、ふ、ふ、と、とになったらすごい動ける。涼しい。涼しいわ。お金で仰いだら。あ、うわ。で、まあね、ここに書いてるのは松坂牛の専門店がテナントとしている。A5 ランク。A5 ランク。お肉のランク、ね、お肉ね。英語、英語、A4、B4、B4 ランク、B4 裏表でランク。それはそういうことになってくる。ステーブル、ステーブル、分からへんっていうのが出るらしいですよ。どう思いますか。全然内容入ってこへんけどね。ドンキが高級路線に攻めようと。いや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 、庶民の味、ね、庶民の味。うん。びっくりドンキな。泣きそうだね、そこ。ドン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 キドンキホーテー、ほいほいほい、あのね、激アジャングル鍾乳洞。そういうことです。ありがとうございます。まあ、なんだやっぱそういう、いや、ビッグドンキーは、ビッグドンキーだってさ、あれやろ、あの社長の顔鍾乳洞。白と金を別に店内が、店内がって外装やな。ってことはさ、お菓子とか売ってくれへんの。あ、もうどうなんやろな。あるとしてもめっちゃ高級なやつなんじゃん。ハリボーじゃないじゃん。ハリボーな。か、カメ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 、またこう言ってる。ええけど、ここだけ白木なし大店、白金大店、白金台。あ、これあれや、白金台、白金台、白金台やからじゃん、ちなんだからね。だからまずは実験的に出すんやろ。あ、そうなの。うん、多分な。リッキー台と思わんやろ。わからんね。だってあれや、でもそれがいい、行ってみないと。ランボルギーニとか並んでんやろ、そこにブーンって来て、そこら辺の金持ちやろ。そのレベルちゃう。ランボルギーニ、ランボル、ランボルの感じやろ。うわーん、いくぜ。もう、おいガチャン、ハネガチャン、電子のハネガチャン、ダダダどうせ電子のハネせっ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 
や、わかるわかる。その前や、その前とかカオスやねん、とにかく混沌、混沌、混沌、ぐちゃぐちゃなってるからさ、これちょっとなんとかせなきゃ。話のカオスけど、あれあの、テあの、ニュースとか出てる時、ケイオスやから。そんなマジと。チェコス、チェコンス、チェコンス、チャオス、餃子、餃子、チャ餃子、エーサー、トッポー、ローリングマルタ、ローリングマルタ、ローリングマルタ、わかんない、ローリングマルタ、ローリングマルタの画像、ドン、ローリング、ハクト、ハクトって言ってもわからへん、キヨセじゃなくて、キヨセはもう旅に出た、今はハクトって言ってるけど、ウィズカリファーって言うのやめろ、これはでも相当ひどい話やと思うね、これは、うん、ボツちゃう、ちょっとボツの宣言はあかん、そんなの早も出さない、これボツちゃう、絶対もうだって、いろんな国が集まってやっとできるやつ、これボツちゃう、これはもしかしたらボツの宣言、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 これでもう今日はありがとうございました。登録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 